こんにちは。2019年7月28日です。北流にやってまいりました。ひまわり農園です。ちょっとまだ時期的に早かったかなと思いますが、ちょっと来てみました。これは中の休憩所です。大きな倉庫なんですが、この倉庫の両側に端っこの方に売店が出てまして、真ん中で皆さんご飯が食べれるようになってます。かなりのお客さんが入るんじゃないかなと思います。時間的にはまだ早かったんですが、それでも早いと言いましても11時頃ですかね、結構なお客さんが入ってらっしゃいました。これはひまわりの生け花です。非常に立派ですね。思わず写真に撮ってしまいました。外の方はですね、まだちょっと早いんですけども、去年来た時はですね、こう入れなかったんですよ。ものすごい車が列をなしてました。で、今回は時期的に早いんですが、ちょっと寄ってみました。でもそこそこひまわり咲いてます。それほど背は高くないんですよ。ひまわりの迷路ですかね。迷路があるんですけど、ほとんど迷路になってません。人の背丈よりもうんと低いもんですから、迷路全体が見渡してしまうようなところなんですけども、一応迷路だというふうに、なってました。このひまわりがこれからどん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 背が高くなっていきます。本当に広大な面積です。縁の両側の方に、周りの方ですかね、にはトラクターが走ってまして、そのトラクターに、こう、人がこう乗れるような、キャリアが引っ張らさってますんで、そこに人が乗ってぐるっとこう回ることができるみたいです。これは展望スペースですね。そこに登って写真を撮ってみました。ここ今記念撮影撮るとこあるんですけども、すごい行列ができてるんですよ。まあ今日は天気もいいし、なかなかいい写真がここで撮れてるんじゃないかなと思います。このような小さな建物が、ところどころにあります。で、この裏手の方なんですけども、これから行くんですけども、ちょっとした森があります。森と言いますか、森林公園みたいのがあります。そこにちょっと行ってみました。これ、陰の森って呼ぶのかちょっと見えないですね。の森とかいう看板が出てまして、ここに入ってみました。綺麗な花が咲いてます。ここを一通りぐるっと見てから、また反対側の方に出て行くことにいたしました。カモが飼ってましてですね、カモの餌やりのところに結構皆さん餌飼ってまして、そうするとそのカモが喜んで餌を食べてるというところです。なんでカモがいるのかなとちょっとよくわかりませんけども、水田の雑草とかを食べてくれるのに、雑草だったんですかね、虫だったんですかね、なんか稲の、雪の方でやるときに、なんかカモが有効だということをなんか聞いたことあるんですけども、ここにも結構たくさんカモがいました。で、これがまあ、森林っていうんですかね、森というんですか、そこをちょっと歩いてみました。今日はですね、気温が高いですね。もう30度ぐらいになってると思います。もう久しぶりの夏です。もう汗がドバッとかきそうです。今日からこれから3泊4日で帯広方面行くんですけども、帯広も結構暑いですね。まあ、今日はどこまで行きつけるか分かりません。今北流なんで、これから刈ヶ峠の方に向かって走っていこうかなと思います。まあそれほど頑張らず、金山湖あたりで、今日は泊まってみようかなというふうになことも考えております。日曜日なんでかなり人が多いですね。本当にもうすごい人で、このひまわり畑もですね、駐車場がほぼ、今帰るときなんですけども、帰るときになりますとほぼ満車ですね。ガードマンの方が立ってまして誘導してくれるんですけども、すごい人です。本当にまあ日曜日はたくさんの人が出歩いてるなというのがよくわかります。これが水車ですね。ただぐるぐる回ってるだけのようです。このひまわり畑の下の方がですね、北流道の駅があります。上から北流道の駅を見渡すことができます。今回は北流道の駅で、昼食にしようかなというふうに、思っているところです。ひまわりが見えれますと、もう夏真っ盛りですね。まあ、7月28日ですから、夏真っ盛りですね。まあ、お盆になりますと、8月の15日、13日ぐらいになりますと、もう涼しくなってくるんですよ。お盆が来ると、ああ、もう北海道の夏も終わりか、ということに、なるんですけども、まあ、今は本当に、これからまだ暑くなりますね。
かなり真っ盛り、暑さ真っ盛りの状態です。家の方でも昨日の晩はクーラーつけて寝ました。結構湿気があってですね、かなり蒸すんですよ。なのでいよいよクーラーをつけたら、あ、これは夏だなということです。車の方も今止めてるんですけども、駐車場止めてるんですけども、ずっとアイドリングかけて冷房を入れてます。本当に夏真っ盛りですね。本当にいいですね。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。